私は現状三蔵、御仏の導きによりここに見解したわ。クラスはキャスター。暇なのは嫌い。さあ出発しましょう。マスター、言い慣れないのよね。それお師匠様とは違うんでしょ。私これでも弟子持ちなのよ。すごいでしょ。知ってる？私有名なの？ん？トータ？この感じトータがいるんじゃない？よーし、トータも交えて修行再開ね。キアラさん、キアラさんか。あり、なし、なし、あり？あ、インシュンくん！今日は説法と手合わせ、どっちがいいかしら？何にせよ、修行するわよ！おーい、なったー！いたいた、あんた暇でしょ？特別に、あたしがここを案内してあげます。団蔵ちゃんとか話が合うんじゃないかしら。って、あ！なんで逃げるのよ！こら！アステリオスくんだ！うん、いい子いい子。ん？おや？むむむ？あの子なんとなく見覚えがあるような、ないような。面影がね、こう、どことなーく。好きなものか。私、何でも好きよ。嫌いなものなんてないわ。嫌いなもの？強いて言うなら、一人ぼっちは怖いし、嫌いかしら。ダメ！今のなし！聖杯？願望期？そんなのいらないわ。そういうものは、御仏的にダメだと思うし。なんだか賑やかね。私たちも行ってみましょうよ。あんたのことは、新しい弟子にしてあげる。うん、立派な仏弟子に育ててあげるわ。一つ、弱者に優しく。一つ、困ってる人を見捨てない。いいわね。仏弟子たるもの、いつでも心がけること。私はどうしようもない馬鹿者だから、いつだって間違えるわ。でも、御仏は間違えたりしない。弱い者も、愚かな者も、道をたがえた者だって、等しく導いてくださるの。悟空に会いたいなぁ。あ、聞いてたの？なしなし、忘れなさい！忘れて！あんた、本当に世界を救っちゃうかもね。うん、私の弟子だもの、きっとできるわ。御仏の加護があるもの。今日って、あんたの誕生日なの？あ、そうだ！お釈迦様の誕生日は4月8日なのよ。で、悟りを開かれたのが12月8日で。あたし、徳が高くなってきちゃった。修行とは違う感じだけど、こういうのもあるのね。すごい！悟空がいなくっても全然大丈夫な感じかも。かも！
ありがとう。おかげで私は船団孤独に近づけました。なんちゃって。あ、孤独？孤独来てる？悟空いないけど大丈夫かしら。仏門に入るなら今のうちよ。行くわよ。本気出しちゃうんだから。それでいいんだ。ふむふむ、御仏パワー全開ね。えい、やっ、仏末てきめん。御仏の加護見せてあげる。へい、御行さん釈迦如来将。お釈迦様は全部お見通しなんだから。やったー、悟空がいなくたって勝てるもんね。御仏の加護見せてあげる。へい、御行さん釈迦如来将。なら今のうちよ。行くわよ。本気出しちゃうんだから。
御仏パワー全開ね。ふん、それでいいんだ。御仏の加護見せてあげる。お釈迦様は全部お見通しな。